レーザー誘導爆弾レーザー誘導爆弾は、レーザー誘導によって標的へ誘導する爆弾である。標的に対して照射されたレーザー反射光を受光し、弾体につけられた誘導翼を操作し、誘導操作が行われる。精密誘導兵器として知られており、命中精度が高い。精密誘導兵器の一種で、一般的には、建物や低速で移動する標的に対して使用される。 誘導爆弾の開発は各国で行われているが、アメリカ合衆国が実戦使用数の面から先行している。誘導爆弾とミサイルとの違いは、基本的にはロケットエンジンやジェットエンジンなどの推進装置があるかどうかであるが、アメリカ軍では推進装置のついていないエイジム -62、ウォールアイやエイジム -154 ジェイスなども空対地ミサイルに分類されており、 その境界は曖昧である。硬派を使用して玉体を誘導するという概念は、アメリカ合衆国特許第2015,670号やアメリカ合衆国特許第2309,329号のように1930年代からすでに存在しており、実現に向けて開発が進められてきたが、 当時の高原では拡散するため遠距離への精密な誘導は困難だった。1950年代にベール研究所でレーザーが開発されたことにより実現性が高まった。1962年よりアメリカ陸軍レッドストーン兵器賞においてレーザー誘導技術の開発が開始されており、この研究は後にアメリカ空軍に移管され、 1967年には航空システム手段において、ベーブーエイ計画として、レーザー誘導爆弾の開発へとつながっていった。アメリカ軍においては、第二次世界大戦時より、無線誘導爆弾を使用していたが、レーザー誘導爆弾は、命中精度及び信頼性が高く、水平飛行のみならず降下中からの投下も可能で、あるなど、柔軟度が高い利点があった。 1968年には量産発注が行われている。レーザー誘導爆弾の実践仕様はベトナム戦争から開始されており、1972年には難航していたハノイ近郊の単穏ア強爆撃に用いられ、それを破壊している。レーザー誘導爆弾の構造は弾体に加えレーザー反射光を受光するシーカーブ誘導動作を行う争奪馬がある。 レーザー目標指示装置から標的に対して照射された、レーザー光が反射した高速を、誘導装置の検出部が補足して、争奪翼を動かす。GPS、INS 誘導爆弾と比較して、レーザー誘導爆弾の方が命中精度が高く、レーザー誘導爆弾で一般的な命中率を持つペーブウェイ2のセップが数メートルであるのに対して、GPS、 INS 誘導爆弾である JW のセップは GPS、INS 併用時では13メートル、INS のみの場合では30メートルとなっている。GPS 誘導方式では爆弾投下前にあらかじめ目標の正確な座標を爆弾にセットする必要があるものの爆弾投下後直ちに離脱することができる。レーザー誘導爆弾では 10日後命中するまで目標を観測し、レーザー光を照射し続けなければならない。レーザー照射器は必須であり、10日募気に照射器がない場合は、滝等から照射支援が必要である。湾岸戦争時のイギリス空軍のトーネード IDS は照射器を搭載していなかったため、ブラックバーンバッカニアに搭載したレーザー照射器による誘導照準の支援を受けた。また、霧や 豪雨などの天候、視界不良によっても制限される。ありがとうございます。